首里から浦添まで。あれ、この子の人持ってくるからさ、酒を飲まんわけよ、うん、お家帰ってから飲んでから寝るって、寝酒よくないよ、本当はね寝酒がよくないよ、うん、だけどあんたも疲れるさ、それでね酒飲まんかったら飲まんお客さんね飲んでるお客さん、車でお家まで送るよ。だからじゃないの、うん、飲まないんでしょ。そうそうそう、飲まんし、あ、金引いてこっちになるんだ、うん、行きたかった？うん、別に。じゃあ今で。で、この金秀っていうの昔からあったけど、どこに行ったかねと思ってたくさ。前から変わらん場所。新しくやったんでしょ、こっち、駐車場ね。うん？金秀の駐車場。金秀の駐車場あるよ。これでしょ、下にもあるけど、上もこれもね。あ、でも下の方よ、金秀は。したよね、これ何かね、これも駐車場大きいよ。いや、それはまた違うあれじゃない。ん、だからさ、重たいわけさ、あの袋、うん、なんかとても重かったね。だからジーパンよ、何も重し入れてないのに。そうですね、重しは入れないでさ、あの、ジーパンよ、生地よ。あ、だから熱いさね、同じこと何回も言う。重たい、びっくりした、うちも入れてから。あんなに重くなると思わなかった。いや、ズボン履かない、ズボンがかさぶたのもいっぱいあるからさ、ちょうどあの人に入るかねと思って。娘が二人いるから、また娘にもあげるはずだからあげた。怖いね。自分あの車が飛び出てきそうな感じがして怖かった。どんな車も飛び出てくるよ。混んでるね。いつもこの道が混むんだよね。あっちはあんまり混まんかったさ、スムーズに行ったさ。ああ、帰り道はこっちが帰りだからさ。だから。3A の職員がさ、一緒にね、うん、とっても長いよ、あの 3A より。昔こっちに買いに来よったのに。この辺の地域の冷蔵庫になってます。うん、今はもう道がね、あの出にくいとか狭いから来ないけどさ、家入れるない時は普通に使いやすそうではあるけどね、うん、
入れるがなくて、ああ長いない時から出にくかった、この道。そうね、うん、入るのはいいけどね、出る時がもうタイミングが出ちゃった。だからあんまり来なかった。さっきはよく来たって言わんかった。あ、前はよ。でその後から金秀に行くわけさ。金秀がさ、あの前昔あっち側にあったさっき、あの通りに、うん、もう金秀に行きよったっけよ、うん、でこっちに京塚三栄ができたから京塚三栄に行くようになったわけさ、うん、西原三栄の方が早いよ、出来上がるの。うん、そうね。だから前は西原三栄に行きよったわけさ、あのお家からよ、前だから西原三栄で買い物して帰ってきたのに、あっちのフードコートでさ、なんかお腹が空いてたかわからんけどさ、前は大きくしてからにさ、コロナもない時代だから長いテーブルこの人長く置いてからにさ、あのフードコートよ、うん、あんな人分かれてないよ、うん、長くしてからにこの人いっぱい座りよったっけよ、うん、あっちでしてうちあっちでね、カツ丼食べたわけさ、うん、あっこのカツ丼がとっても美味しいわけよ。あ、美味しいの話ね、今文句、うん、文句とかでも、うん、もう何とも言えない、このカツ丼が美味しいわけさ。じゃあ作る上手な人がいたんだね。まあ、これ分からん、うちがお腹空いてたかもしれんしよ、うん、でこのカツ丼買ってから食べたから、あっしゃこんな美味しいカツ丼生まれて初めて食べたみたいな感じになってからさ、うん、シェフ呼んだ、呼ばせ美味しいからパックを食べてた。いくらとかね、500円だったかね、まあ、フードコート大体それぐらい。フードコートでよ、とっても美味しいわけよ。あ、いや私こんなあの美味しいカツ丼っていうの初めて食べたさと思ってて、よっぽどお腹空いてたはずね。お腹空いてたのかね。一人で行ってからによ、買い物してから、別にフードを買うわけじゃないよ、あのなんかいろんなの、なんか一人行ってるからもうカツ丼買って食べて、あと何も買わない買い物した覚えがね。洋服買うとか野菜買うとか、なんかあんなの買うでもないわけよ、うん、なんでか分からんけどカツ丼食べて帰ってきたような感じだったね。美味しかったけど何だったんだろうあれ。あのカツ丼はない。うん、あのカツ丼はないわけも今、え、今もあるけど麺屋、今美味しくない。やっぱり人が変わったか材料が変わったかだろうね。だからこの大きい丼によ、うん、朝も熱々のホクホクしてから美味しいわけよ。なんでこの美味しいのこのカツ丼って思ったよ。あれ食べてあれから行ったことはないけど、いつもさあの時あっちで食べて美味しかったけど、いつもゆっことかさ、かつやぶちゃんと、あの水曜日かつやぶちゃん休みだったから、あのゆき子も一緒に3人で食事に行く時はね、あのバイキングだった、1000円のバイキング、ホテルの。どこの？だからそれがさ、金秀のさ、あのホテルのところも1000円だし。金秀のホテル、うん、あ、西原にあるさ、あったっけ、あ、エリスリーな、なんか、うん、あっちも1000円だったし、まあ、さ昔は1000円ぐらいでできたよ、ね、1000円でバイキング、うん、ランチタイムよ、うん、今だったら3000円になってるってよ。ロアジールでも1500円で食べられる、うん、ロアジールホテルとかさ、ああいうホテルでもね、うん、1500円でできたね。ロアジールホテルとかさ、また あのあっちのチャタンにあるの何ホテルだと、ユキが働いてたとこホテルよ、うん、チャタンじゃなくてギノワン、ラグナじゃないの。ラグナってどこね。ギノワンって言ったさ、あっちチャタンにあるギノワンだった、うん、あれが働いてる、あっちにもさ食べに行ったし、朝の横浜ベイスターズがキャンプしてたところさ、横浜。あ、そうね。美味しかったさ、とっても、うん、まあ、昔はホテルのあれ美味しかったよね。うん、バイキングよ。今は分からんけど、今はね、3500円になってるよ、うん、ランチがよ、今いかんよ。3500円にしても行くからね。本当よ、怖いよ。外国人のあのバイキングのあれ怖い。本当にバイキング、なんかあの海賊団みたいな感じでうわーって来て怖いよ。
見たことないでしょ。うん、バイキング？うん、だからランチバイキングよ。ああ、本当にもう強奪みたいな、なんかゾンビがご飯食べに来たみたいにさ、わっさーってくるよ。あ、そうね。すごいよ。外人が？外、うん、中国人とかさ。ああ。すごいよ。だから今高くてもどこも行けんさ。なんでアウトのにかな？こんな道の真ん中で止まるわけ？あの人道の真ん中で止まってるか変なのってか行くさ、うん、横に横になんか、うん、いとこうとしてるさ、あそこにいたら大丈夫かねえと思ってるわけさ。ほら行かんてそもそも行ったらだから待っとけばいいわけさ、あんなしないで。ヨークとかだったらこうやってライトでやったら足だけしか見えんから怖いよね。怖いね。よくね。ちょっと光るのつけた。パシャ今の、ね、子供ち高校生よ。カバンよ、うん。いっぱいいろんなのついてるよ。いやでもいいさその方が。20個くらいついてるよや。あのぬいぐるみから焼きホルダーからの焼きやったこと思って。あいねなの。俺あのカバンの身中の身はさ減らしてるはず。うん、本はよ、ティーチーにあげて、あの飾りぶった、うん、じゃあ本もいっぱい入れて、あれもやったら重たいさ。ストレーニングになるさ。はっしゃ、これいらないさ、重さの重たいのに。古いら重たいのばっかし持っていったらあんた、うん、大きくならんさ。自動販売機あったんだね、わからんかったもん。どこ？あ、こっち？あ、そうだね。夜にのなんてわからんね。電気つかんから。だったコース休みだったの？あ、わからんよ。あ、真っ暗審査。今日何曜日ね？ん？救急車。タコス月曜日休みじゃない？だから今日火曜日だから、あれだからよ。なんで時間じゃないもん。どうせ来ないからも閉めたんじゃない。あいやな、6時だよまだ。分からんよ、ここにまで。あいやな、なな電気量もったいないにゃ、うん、買いに行かんといかんさ。1個はもらえるのに。早く行かんと潰れるはず。だからよ、早く行って。だから行こうって言うとあんたが行かん行かんするからさ。別にそんなにタコスをめっちゃ食べたいとかないし。食べたいさ、とっても。うちタコスとっても好きよ。あんたが生まれない前から私タコス食べてたよ。まあそりゃそうでしょうね。うん、昔からあるから。とっても美味しかった。一番美味しいのはね、ポークタコス。あのビリビリじゃないよ。あのピザハウスのポークタコスよ。なんでビリビリって。皮がさ、パリパリパリの。ビリビリのタコスってはなんか気持ち悪いさ。柔らかいさ、こっちの。でもタコス大体柔らかいはず、本当はあんな感じだはずよ。いや違うよ、ちょっと硬いよ。そうね、あれは油で揚げてるから硬いんでしょ。違うよ、油で揚げて、こんな人なんか挟んでからさ、うん、まあ本当は入れたいけどさ、うん、こんなのに挟んでからね、焼くみたいね。だから揚げ、あれは揚げてるんじゃないの。焼いてあんなパリパリにはならんさ。焼いてはならんけどさ、揚げてるから、だからこんなあの丸い棒のとこ、こんな挟んでからやるわけね。うん、丸くなすわけよ。惜しかったね、最初。涼子さんいないみたいな、電気ついてないね。